帯ですと1ページクリックして次のページにまた次クリックしてしないとその情報が見えないんですけど、フラッシュ化するとこうやってですね、画面のページの遷移するとなんかその場で新しい情報が次々見れた形になってます。でこちらでまあそれに対していただきますと、その中項目のページですね、でもこちらもそのどんどん違う情報がそのページの中で見れると。例えば詳細なところもこちらの内容がどんどん切り替わるのが分かると思いますけど、これをすることによってお客様の、まあ、実際にそのサイトを見る方が全然そのスムーズに見れるというか、いったような形で、まあ、ご提案お客様の方にこういった感じのサービスになってます。あとですね、こういったここの項目の内容ですとかだとかをですね、こちらの PC の方の専用の管理画面の方で、まあ、こことかですね、テキストの方を入力していただければ、自由にリアルタイムで変えることがお客様の方ですね、変えることが可能になっています。これは機種、はい、携帯の機種、携帯の機種がですね、携帯のフラッシュライトを使ってますので、大昔の携帯だとそうすると、そのちょっと対応見れなかったりします、まあ、最近の携帯でしたら全然大丈夫ですね。一応サンキャリア標準で対応してます。これ、はい、お値段的に、こういうお値段なんですけども、はい、これは、どこまでが含まれるものなんですかね。このお値段の中に含まれる、まず初期費用というのが、まあ、こういったテンプレートを準備してお客様に環境を出すというところが、はい、まあ、初期費用に含まれています。月額費用というところが、まあ、そのまあこの海洋管理画面を使うシステムの利用料と、あともちろんそのコンテンツを置きますと、サーバーのまあ運用費とか、まあそのコストですね、こちらがその こちらの15万7500円の方に含まれています。月額、はい。あと特徴的なところっていうのは何か。あとはですね、結構、携帯用のフラッシュを作るツールみたいなのがあるんじゃないかなと思います。あります、はい、あるんですけど、まあ、そうですね、その、まあ、フリーのツールだとちょっとないんですけど、まあ、もちろんその SI とかそういうアプライアンスの製品だとかはあるんですけど、こういった ASP 型はですね、そんなになくてですね、はい、なんでそのお客様の方でサーバーを持たなくていいとか、そういったメリットはやっぱりこちらの方が大きいですね。